地域的な文化は、えー、成立するのですがこの白い容器だけはこの西アジアで広く交流をしているこれは神様に捧げる器という面においてはこの西アジアのいろいろなところで、えー、真っ白で汚れのない容器でさまざまな供物を捧げるという考え方が共有されたことを示しております。 ただそれは社会をリードする人たちの世界の話であり一般の人々はそれより小さな単位の文化交流が主であるというような生活を行ったと考えられます。